こんにちは、シーバドです。今回はですね、ボスのオクターブをお借りしてまいりました。2機種お借りしてきて、1つはこちら OC2 初代のオクターブですね。これは90年代半ばにもう発売されていたので、かなり古い機種になります。そしてもう1つ、こちら OC3 スーパーオクターブ、これは2010年頃に発売されているもので、機能がかなり増えてますね。モードチェンジできるようになっておりまして、エフェクトの質自体も相当上がっているようです。なのでこの2機種がどれぐらい進化しているのかっていうのを比べるのと、あともう一つ、 Zoom の MS50G にこの OC2 のモデリングが入っているので、こちらですね、これを OC2 と MS50G鳴らし比べてみたいと思います。ではオクターブとは何ぞやという話からなんですけれども、簡単に言うとですね、原音に1オクターブ下の音と2オクターブ下の音を足すというふうなエフェクトになっておりまして、この OC2 が分かりやすいですね。そのオクターブ下、1オクターブ下のボリュームがこれで、2オクターブ下のボリュームがこれになっていて、両方ともを鳴らす場合はこういう設定、そして1オクターブ下だけを鳴らしたい場合はオクターブ2を削るというふうな感じになっております。でこれがですね、進化したのが OC3 になるんですけれども、どこがどういうふうに進化したかというと、まずモードチェンジができるようになっております。ドライブ、オクターブ2でポリーというふうになっておりまして、オクと2のこの真ん中のつまみに関しましては OC2 と同じような機能になりますね。そしてこのドライブっていうのはですね、いわゆる歪みです。オーバードライブはこの1台でかけれるようになったというふうなところですかね。そして驚くべきはですね、このポリー、これがですね、かなり進化をうかがわせるなというところで、このポリーのですね、つまみがこちらになるんですけれども、エフェクトのかかる音域を選べるようになったんです。例えばこっちに回すと低音の方だけオクターブがかかるようになりまして、そしてこっちに回していくと高音の方までエフェクトがかかるようになると。なので低音だけオクターブ下の音を鳴らしたい場合はこの辺で調整するというふうなことができるようになったので、ソロの時にはオクターブ下の音が鳴らずに、リフを弾いている時だけオクターブ下の音がズンズン鳴るというふうな設定ができるようになっております。そしてインプットもベース専用ができて、ダイレクトアウトと通常のモノラルのアウト、この2つがついております。なのでダイレクトアウトはオクターブがかかってない音なので、これをそのままマルチエフェクターとかにつなげてアンプにつなぐと。そしてこのアウトを例えばベースアンプにつなげたりすると、オクターブ下の音がよりズンズンになるというふうな、一人二役的なですね、ギタリストがベースまで鳴らせるような感じの音を作ることができるようになりましたというふうなですね、 OC2 から OC3 への進化です。まずは OC2 と MS50G の鳴らし比べをして、その後 OC2 と OC3 の鳴らし比べをしたいと思います。では音を鳴らしていきたいと思います。今ですね、音はというふうな感じになっているんですけれども、ここで OC2 を押すと、というふうな感じで原音プラス1オクターブ下と2オクターブ下が同時になるというふうな感じになっております。2を絞るとお
同じ設定で MS50G を鳴らしてみましょう。やはり OC2 の方ががっつりとローが出てますね。というふうな感じで、やはりアナログの OC2 の方が音のレンジの幅が広いですね。続いて OC2 と OC3 を鳴らし比べてみたいと思います。ではフラットで鳴らしますね。 OC2 から、音が柔らかくて安定感を非常に感じますね。続いてドライブモードで鳴らしてみましょう。印象としてはですね、 OC2 よりもしっかりとオクターブ下の音がついてきてくれると。レイテンシーも全くなく、違和感なくですね、聞くことができます。続いてポリーを試してみましょう。ここのつまみでどこまでオクターブの音をかけるかというのが可能になります。じゃあこの真ん中の状態、12時の状態でどこまでオクターブの音がかかるかっていうのを弾いていって試してみましょう。まだかかってますね。この辺で消えてます。なので高音の方は全然かからないと。ローの方がかかって、というふうなことができるようになりました。そしてですね、OC2 の最大の弱点をですね、克服しているのがこの OC3 なんですけれども、それは何かというと和音なんです。今パワーコードに鳴らしてるんですが、もうその状態でも音を探しに行ってて震えてる感じですね。音を見つけれずに動き回っている感じなんですけれども、これをですね OC3 は克服しております。というふうな感じでですね、しっかりとですねパワーコードにもついてきてくれます。そしてこのレンジの調整次第ではパワーコードだけじゃなくてオープンコードも というふうな感じでベース音を鳴らしてくれるんです。これは本当に大きな進化だなと感じます。アンプを2台鳴らすことも可能ですし、ギター1本でベース音も鳴らすことが可能ということで、かなり幅広く使えるエフェクターなんじゃないかなと思います。ぜひ楽器屋で見かけたら試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。